まあ、昨日のゲームはバファローズも機動力を絡めていい形で点を取ったんですが、最終回に、まあ、投手陣が乱れまして逆転負けを喫しています。はい、戦力的にまだ、ねベストメンバーじゃないですから。そうですね。どんな形で、はい、出てくるかっていうテスト時期ですからね。そうですね。さあ先発は八木です。昨年の数字が出ています。まあ、13試合に登板してということなんですが、まあ、この八木もルーキーイヤーには2桁勝ちました。まあ、それ以来のこの2桁勝利を目指すという八木、まあ、貴重な左腕ピッチャーがバファローズに入ってまいりました。まあ、それでもこの人は社会人を出て入ってきていますから、今年の誕生日で26歳。ショートのほぼ正面です。足立がさばいてワンアウト。先頭バッター日屋根が倒れました。ワンアウトランナーありません。少し高めのボールだったんですが、ですよね。はい、ちょっとこう外から鍵っていうのがあって今詰めたんですけど、お前さん、はい、オリックスの西本ピッチングコーチは、ね、その前回の登板について、はい、まあ、球が少し高くてボール球が、まあ、先行して苦しいカウントにしてしまう場面があったんだと、うん、でこの時期は前回の反省部分を修正してどう投げていくかが問題になってくると、はい、なるほど。で今日はコントロールに気をつけて自分有利のカウントを作っての投球ができるかどうか、そこを意識して投げてほしいという話をしてますね。はい、まあ、その自分有利というカウントであればこの田中は追い込んでいたんですが、今は2ボール2ストライクからヒットを打たれました。2ベースヒット。昨日もヒット1本3打点の田中、今日もツーベースを放っています。ワンアウトランナー2塁。1回の表スワローズの攻撃、バッターボックスには3番のミレッジが入ります。ここはヤギが追い込んでいます。思い切ったスイング、ライト方向、落下点に深江が入ります。ボールを取るランナータッチアップの構えだけ。ツーアウトランナー二塁に変わります。まあ、昨日試合が終わった後、オリックスの森脇監督もスワローズの各バッターはバットが振れているなという話もされていました。確かに振ってますもんね。バッターボックス4番の畠山です。これも思い切ったスイング、打球にご注意ください。バックネットを越えます。ファールボールです。このスイング、カウントは3ボール2ストライクになっています。ランナーセカンド。1回の表スワローズの攻撃、セカンドランナーツーベースとの田中広康。ここはスイングアウト三振、少しスピードを抜きました。ランナーセカンド残塁、はい、ここはなんとかヤギがしのいでいます。1回の表スワローズランナーを得点圏に置いたんですが無得点です。